はい、こんばんは。今回は強力な防御デバフを持った新キャラクター、尾形環奈さんの水着バージョンの紹介。よかったら最後まで見てもらえると嬉しいです。それでは始めていきましょう。バルキューレ警察学校に通う3年生。バルキューレの精鋭部隊公安局局長の環奈がイベントに合わせて水着姿でやってきました。かなり強力な防御デバフを持っていて、相手の防御が高いコンテンツでの活躍が期待されるキャラクターです。役割はストライカーで、クラスはサポーター。防御デバフはもちろん強力ですが、それ以外にもコストが軽かったり、耐久アップスキルもあったりと、高難易度へ挑むための要素を数多く持っています。では、スキルの解説に行きましょう。まずはエクストラスキル。使用コストは2で、敵1人に対して攻撃力を参照した倍率のダメージを与えます。さらに20秒間防御力を割合で減少します。低コストで敵にダメージと防御デバフを与えるスキルです。注目すべきはその倍率で、最大レベルなら 50% 弱に到達します。これは同コスト帯はもちろん、環奈より高いコストのスキルと比較しても倍率が高いです。また、2コスで打てるという部分も強力で、次のスキルにアクセスするためのスキル回し性能も優秀です。同じコストで同じデバフ持ちの茜も、ここが強みなので、環奈も同様のメリットを持っています。刺さるコンテンツとしては、やはり防御力の高い単体の敵が出てくるものです。代表的なところでいくと、ビナーやヒエロニムスになりますが、ヒエロニムスは攻撃属性の関係で完全に有利とは言いにくいので、ここではビナーを例にお話しします。ビナートーメントの防御力は6800ありますが、カンナ単体でも3200近く削り取ります。似たスキルを持つアカネと比較しても減少量の面ではカンナが勝っています。そしてビナー相手は大体マキを組み込んで戦うことが多いので、マキのノーマルスキルによるデバフも合わせると、デバフ量は 82.6% に到達します。ただ、防御低下は 80% を超えないので、この 2.6% は含まれません。こうなると、相手の防御は1360にまで減少するので、次のビナーでどれだけタイムに変化があるか楽しみです。ネックなのは効果時間が短いことで、この面は茜が勝っています。マキのノーマルスキルも効果時間は短いので、環奈とマキ、そしてバフのタイミングを合わせて、アタッカーのスキルを打ち込むことが必要になってくるのかなと思います。コスト自体は軽いので、デバフの書き直しはやりやすく、同じ部隊のキャラのコストにもよりますが、取り回しが悪くなることは少なそうです。続いてはノーマルスキル。40秒ごとに発動し、30秒間被ダメージ量が割合で減少します。環奈が敵から受けるダメージを抑えてくれるスキルです。回避や防御アップとは違って、受けるダメージ自体を減らすという有名なとこでいくと、ミカが持っている効果です。初回発動までは長いですが、一度発動し始めれば、発動間隔40秒、効果時間30秒で、差し引き10秒のクールタイムなので、多くの時間をダメージ減少状態で戦います。最大レベルになるとダメージがだいたい2割減るので、最後まで防御デバフとスキル回しの仕事をこなすために生き残りたい環奈とは相性がいいです。次はパッシブスキル。自分の HP を割合で増加します。環奈の耐久力を上げるスキルです。装備はヘアピンなので HP アップ要素は一番薄いですが、そこをシューズとこのパッシブスキルで補強し、さっきのノーマルスキルで場持ちを良くします。また固有にまで解放すると、今度は弱体状態持続力が固定値で増加します。これは与えるデバフの効果時間に影響するスキルで、これがあればさっきのエクストラスキルの効果時間が伸びます。レベルを最大にすれば効果時間は20秒から 23.8 秒に変化するので、固有に解放で 3.8 秒の延長になります。強力な効果ですし、高難易度でのチャート作成には響いてきそうな要素ですが、ハーフアニバーサリー前なので無理に石を消費したくないし、なんならお迎えすら悩みます。環奈が好きならぜひ引くべきですが、そうでなかったり、まだ極まったタイムアタックをするわけでもなければ、向上キャラであるということに望みをかけて、スルーも選択肢の一つかもしれません。最後にサブスキル。自分とスペシャル生徒の攻撃力を割合で増加します。自分以外にスペシャルの火力も上げるという珍しいスキルです。水着の先のスキル説明文と全く一緒なので、おそらくこれもスペシャルの攻撃力アップサブスキルと共存しつつ、環奈が退場しても効果が持続する永続仕様になっていると思われます。本体はエクストラスキルですが、スペシャル生徒の火力を上げられる貴重な能力もあるので、意外なところで差し込めそうなのが魅力ですね。場持ちの良い防御デバフキャラです。自分で耐久力を上げながら非常に強力な防御デバフを打てるので、環奈は高難易度に挑める場持ちのいいデバフキャラです。ここに加えて低コストなのでスキル回し性能も高く、舞台の動きを邪魔しにくいのも優秀です。スキル上げの優先度は人によると思いますが、個人的には、まずメインとなるエクストラスキル。次は火ダメ減少のノーマルスキル。この次はスペシャル強化のサブスキル。最後に HP アップのパッシブスキルという順番がいいと思います。防御が高い敵への新たな可能性です。低コストで高い倍率の防御デバフが打てるので、防御が高い敵への新たな採用枠となりそうです。特に高難易度だと1回の凸で倒しきれないことも多く、凸数が増えれば増えるほどデバフ要因もどんどん足りなくなります。その枠が1つ増えたというだけでも大きいので、高タイムを狙うプレイヤーはもちろん、クリア目的のプレイヤーにとっても嬉しいキャラの実装だったと思います。今はまだ高難易度コンテンツが開催されていないので、カタログスペックで語ることしかできませんが、次に始まる総力戦ビナーでどうなるか確かめたいので採用してみるつもりです。また、サブスキル目当て運用も全然ありだと思っていて、同じスキルの水着の先をその目的で置物運用することもあったので、カンナもそうなる可能性があるんじゃないかなと思います。デバフの時間は短めです。倍率が高いんでしょうがないんですけど、デバフの時間は短めです。編成にもよるでしょうが、カンナ以外の生徒のスキル回しも含めて20秒で収め続けるのは簡単ではありません。一応固有2で効果時間の延長があるとはいえ、その時間は 3.8 秒です。もちろんめちゃくちゃ噛み合った強化ですし、これでチャート組も変わるでしょうから影響がでかいんですが、普通のプレイヤー感覚だと固有2までに必要なとんでもリソースをぶちまけて、たった 3.8 秒だけ延長は結構しんどいものがあります。一応良くないところも話しましたが、僕の感覚で見て全体的に高水準でまとまっているので、よりの性能と感じました。可愛いです。カンナはとっても可愛いです。昔はスペシャル生徒だったんでつまむことができなかったんですが、今回やっと大好きなカンナをつまめるようになって、可愛い笑顔に大満足です。メインストーリーではかっこいいの塊でしたが、水着姿になると一転して可愛さ全開なので2度美味しいです。またメモルビはそのサイズ感で殴っていきます。あまりにもデカグラマトンではありますが、この社会人デートみたいなシチュエーションが最高なので、お迎えして見てみてほしいです。あと、先生にはいつもお世話になっていますから。だからこれは私から先生に贈る小さなプレゼントです。私がいるのはその先生の安全を守るためです。私はライフセーバーですから。というわけでカンナ推しの先生はぜひぜひ育ててみましょう。解説はこれで終わりです。まだカンナを持っていなかったり、どんなキャラなのかわからない方への簡単な紹介になっていたら嬉しいです。もしよかったらチャンネル登録や高評価いただけると励みになります。ではまた次の動画や配信でお会いしましょう。